ペンシルバニア鉄道 GG1 系電気機関車 GG1 はアメリカ合衆国のペンシルバニア鉄道 PRR 通称ペンジーが開発、保有した電気機関車の一形式である。その流線型ボディの強烈な印象によって世界的に知られた有名な機関車であり、技術面でユニークな試みの多いペンシーの車両の中でも代表的な存在である。 本機は試作機の元の設計から量産機では大きな修正が入っている。この修正は著名なデザイナーのレーモンドローイによるもので口紅から機関車まで手掛けた彼の著名な成果の一つだった。GG1 に先行して製造された P5A の後期型とそのデザインを踏襲した GG1 試作機4 8 0号機にはローイは関わっていない。 1934年から1943年に、かけ、伝送品は GE と WH、走行系は大手機関車メーカーのボールドウィン車で製造され、初期の15両が GE で組み立てられた後124両がペンシルバニア鉄道、アルトゥーナ工場を組み立てられ、合計139両が製造された。その後、ペンシルバニア鉄道の事業を引き継いだ、各鉄道で、 1980年代の初めまで営業に使われた。全長79フィート6インチ、時長47万7千ポンドという大型機関車である。車体はブリッジトラスによる一体構造で、ローウィのデザインによらない試作機4 8 0号機はリベット止めでややかどばった車体だが、量産車は風洞実験の結果を踏まえて、 ローウィによって軽やか流線型にリデザインされた。その際、車体表面の後半はリベットを排した溶接車体に変更され滑らかなラインを実現している。機関車における溶接工作の本格採用としては極めて早い例である。ただし、溶接車体に変更後も試作車と重量に差はない。また、通気グリルを目立たなくするためのアクセントとして、 前面から側面にまで伸びる5本のラインが入れられたのも、ローウィの手によるものある。前後の運転台は、車体の両端から1、3位の位置に高く配置されているが、これはデザインの原型になった P5 エコー機型が、一般的な車端部に運転台のある、箱型車体の P5R 前期型の衝突事故を、軽気に乗務保護の意図で設計変更されたことを踏襲したものである。 ここから前方を見ることができるよう、車体の鼻、ボンネットに当たる部分は細く作られている。もっともこの、ボンネットは、パンタグラフを支えるためにかなり背が高く、蒸気機関車のボイラー脇から前方を覗くのと同じような状態になる。車体は、二組の大きな鋳造台車枠の上に乗っており、前後への牽引力もこの台車枠にかかる構造である。この二つのフレームは、 車体の中央で蝶津外によって結ばれ、カーブを曲がるときには首を振ることができる。台車枠一組に3同軸が装備され、1両あたりの同軸数は合計6軸である。なおかつ2軸先台車が車体の前後に配置されるが、この先台車も中造である。GG1 e の車軸配置は R 方式で 2cc-2,UIC 方式でとなる。 ホワイト式表記で4から6から0の車軸配置を持つ蒸気機関車を2台組み合わせた形になっていることがわかる。PRR では4から6から0はクラス G と呼ばれていた。GG1 はこの4から6から0を2台背中合わせにしたような形になっている。それゆえ GG1 はクラス GG4 から6から0プラス0から6から4とでも言うべき形態である。 この機関車は、二十 25Hz1 万 1000V で、交流電化された路線での運転のため製造された。電装部品は、大手充電メーカーである、ゼネラルエレクトリック GE の系統の機器が用いられた。河川電圧は、車体の中央部に置かれた大型の変圧器で電圧を下げられ、主電動機、電動送風機、その他の機器に送る仕組みだった。制御方式は、 タップ式で変圧器の二次、側巻き線の巻き数で出力電圧を調整した。同輪一軸には 385HP のギアマイナス 627AA1 モーターが2個ずつ装備される。これらのモーターは日本の一般的な方式とは違い、かなり高い位置に互い違いに取り付けてある2個のモーターで軸を駆動する以上このような構造を取らざるを得ない。 モーターの回転力はギアで減速されて、クイル式で車軸に伝えられる。連続定格出力は 4620hp だが、短時間の負荷であれば49マイル H で 9500hp を出すこともできた。旅客列車牽引の場合には最高速度が100マイル H になるように、ギア比を設定されたが、試験走行では110マイル H に達したこともある。 貨物列車牽引仕様では、牽引力確保を重視して、最高速度90マイル H にギア比を設定されていた。1953年1月15日の朝、ボストン発ワシントン行きのフェデラルエクスプレスの夜行173列車で、ブレーキラインコック、ベンの取り扱いミスにより一部車両のブレーキが効かなくなる事故発生した。ノブレーキになった車両に押され、 GG1K4876 号機と2両の客車が終着のワシントン DC にあるユニオン駅の16番線の車止めを突き破り床を押し破って駅の荷物室へ突っ込んでいった。被災した4876号機は車体を3つに切断して現場から回収されペンシルベニア州にある PRR のアルトゥーナ工場で復旧工事が行われた。 結果一般営業に復帰し、両機と共に、後々まで生き残った。本機は1983年に廃車となり、現在はメリーランド州ボルチモアにある、ボルチモアハイオ鉄道博物館に生体保存されている。GG1 は、すでに前期が引退し、16両が保存されている。GG1 の百九十五機は、ウィスコンシン州グリーンベイにある、 アメリカ国立鉄道博物館に展示されている。GG1 の置き換え用としては、当初が投入されたが、十分な成績を上げることができず、トースターとあだ名のある EM-7 機関車の登場を待つことになった。4846号機が半分に切断され、片方の部分のみが、ウィルミントン工場の入れ替え用、もしくは除雪用として使用された。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。